れ様です。お疲れギフト、かつささんありがとうございます。やほやほ。23時遅い時間ですが、起きてますか皆さん。ゼロさんも、ゼータンさんもギフトありがとう。86さんもありがとうございます。そう、セトラブの卒業式の配信が今日あった。さっきありました。あ、起きてる？そりゃそうだよね、そりゃそうだよね。今見てくださってる方は起きてるよね。寝てたら見れないもんね。いつぶりだっけ？日曜日も確か配信してないので。求愛的な超歌祭りもありがとうございました。あ、もう眠いの？意識は飛びそう？こんばんは、こんばんは。皆さんギフトありがとう、ありがとう。そう、求愛福岡でありました。あ、そう、ハーフツインしたんだよ。ハーフツインしたんだよ。初めてしました、公園とかで。なんかね、なかなかに恥ずかしかったです。そう、暗闇のねセンターをねさせていただいたんです。ちょっとまた、そうですね、気が向いたらします、気が向いたらしますね。ありがとうございます。そんな、ありがとう。そう、私あのなんだっけ、くだらないとの配信で皆さんにいただいた質問に答えるみたいなコーナーで、センターをしたい、してみたい STU の楽曲はみたいな質問に、暗闇をして、あの振りでこうみんなの間をダダダって走ってくる振りがあるんですけど、センターが暗闇の、それをしたいですってそれをしてみたいですって言ってたので、なんかいつだっけ、1ヶ月前とか2ヶ月前とかそれぐらいに。なのでね、暗闇をセンターでできるって見た時、おおってなった。そう、おおってなりました。今回福岡面は絶対どこかの曲でセンターをさせようっていうことに出たらしくて、なっていただいてたらしくて、なので嬉しいなって思った。そう、できましたね。でもね、ちょっとね、見たんですよ映像を。そしたら私ちょっと、なんか後ろに下がる時の下がり方がちょっとなんかたどたどしかったなって思って、ちょっとあれですね、いつかまたリベンジしたい。リベンジしたいなって思った。ねえ、もうちょっとなんかこうかっこよく下がれなかったのかって思って。え、それちょっと思った、本当。だよね、私も思ったの。なんか下がり方ちょっとなんかダサくないって。だからちょっと課題ですね。なんかね、多分私歩き方とか走り方がもともとなんか多分
変なんですよ、ちょっと走り方変って、なんか面白いねって、うん、体育の時間とか結構言われてたのでちょっとそこが出ちゃったかなって思ってあ、表情は良かった、ありがとうそう、キューボかっこいい下がり方、もうね、歌いながらね、こうなんか苦しそうに下がっていくんです、下がっていくのがあるんですけど、暗闇なんかね、なんかちょっとたどたどしかった、私ある意味リアルうん、ちょっとなので、ちょっとまたどこかでリベンジできたらいいなと思います。その時は下がり方を研究してかっこよく下がろうと思うフフフ、苦しそうに倒れるところ本当に倒れたかと思ってドキドキした、それはありがとうなのかなあとそう、煽りもね、そう、煽りも人生で初めてさせてもらえたんです。見ました聞きました、らしくないの歌い出しのところで煽りました、そう、博多弁で煽りました。来てくれたみんな、バリスイトーよー、最後の最後まで盛り上がっていきましょうそう言いましたね。すごいライトがキーキーになってるのか気になる。いっこうさん、ギフトありがとうございます。いいね10個、嬉しい。見に行った友達が褒めてくれてたの嬉しい。そう、志願したというか、博多弁で煽ろうみたいな話になって、博多弁だから福岡のメンバーが言った方がいいんじゃないってことになってなってはじめサーヤンってなってたんだけど、サーヤン他にも喋るとこあるからってなって、サヤカリンかサラピーってなってちょっとサラちゃんが自分はキャラじゃないからってキャラじゃないからってなって、あ、じゃあじゃあ煽りますってなったそういうことでなったんですけどそう消去法なのかなこれは鳥さんさんも可愛いギフト5個ありがとうございますでもね、私もね、私北九州なのであんまり博多弁はね喋んないからねってちょっと思ったんですけどでもちょっと経験させていただきましたね、煽りを初めてだったねでもね、なんかね緊張した。どこだ、煽る言葉を飛んだらどうしようとか、大丈夫かなとかずっと踊りながらドキドキしててそう、しかもね、声裏返っちゃったんですよ。盛り上がっていきましょうみたいなとこ裏返っちゃって、あちゃーって思いながら踊ってたでも緊張したそうなのよ、だからちょっとこれもまたね、いつかリベンジしたいなって感じです感じです。ちょっと裏返っちゃった、裏返っちゃったよ
そう。でもね、そうだからバリとか使わないから、私ツイッターにもバリ楽しかったですみたいなツイートしてたら、その日友達から LINE が来て、北九州はバリとか言わないでしょって来て、エセだって来た。そう、ちょっとチェックが厳しかった。すごい怒られました。だからバリバリ使うじゃんって返した。そう、ちょっと監視されてるのかな。でもそうですね、バリは使わないね、使わないです私は。そう、ちゃ、なんとかちゃは言いますよ。でもさ、ちゃっていう言うときそんなにないかも。なん、どういうとき言うっけ、なんとかっちゃ。せやかに好きっちゃは言わない、言わない。お茶っちゃ、やむちゃ、やむちゃ、それはちょっと違う。え、好きっちゃとか言わないな。あれはでも言いますよ。おっとっとっとってって言っとったのに、なんで取ってくれんかった、取って言っとうと。これは言います。とっとってってそれ。あ、ちゃっていつ使うっけ。なんだってって言われてる。え、でもこれ、早口言葉であるんですけど、普通に使えますね。普通の生活でも伝わります。全然。ハッシーさん、かわいい人10個ありがとうございます。おっとっと、とっとってって言っとったのに、なんで取ってくれんかった、取って言っとうと。炭酸せんべいさんも、かわいい人10個ありがとうございます。ああ、何々しとるっちゃ。でもなんかちょっと怒ってる時とか、怒ってる時とかに、怒ってる感じのニュアンスになるかも。今片付けとるっちゃ。今片付けしよるっちゃ、しとる。え、ちゃっていつ言うっけ。もうちょっと私あれかも、もう方言が分かんなくなってきた。え、ね、これ可愛いの？それは多分聞き慣れないからかな。ね、そういう感じか。なんとかっちゃ。ああ、今やろうと思っとったっちゃ。なんとか、え、なんとかしとる、しとうと、とうも方言。とうも方言なのかな。とうも言いますね。おー、水筒と、それ水筒と、何しようと、何しようとは全然言う。これは方言？何しようと、何言うとうと、もう言う。何言うとうと、とは言いますね。しからし、しからしかは言わない。しからしか、なんしよっちゃ、
何しよっちゃ、何しよっちゃ言うかな、伝わるけど、何しよんちゃ、何しよんちゃ、あ、言うかも言うかも、うん、言うね何言うてんねんはちょっとあの地域が違うかも そんな感じですね。そう、ありがとうございました。すごいね、緊張してたけど楽しかったです、楽しかったです。昼公演と昼の部と夜の部、ありがとうございました、ありがとうございました。ね、緊張した、緊張しました。結構初めてする曲とかもあったので、私緊張したけど楽しかったです。またチャートリで落として出れたらいいなって思います。そう、明日チェキ会よろしくお願いします。明日なんですよ、明日です、明日チェキチェキよろしくお願いします。18時から。前日立ち位置表は何の曲だったの？そう、前日ショールームで立ち位置見てたよね。え、何番って言ってたっけ？何の曲の見てたんだろう。そう、チェキね、あの耳をね頼んでたんです。ウルフの耳ね、数日前届いたの。まだ開けてないから今開けようって思ってってた、ここに置いてた。1とか2とか、え、 0.5 とか 1.5 何番って言ってたんだろう。何を見てたのかな。あれは狼じゃない、え、狼です、犬じゃないです。そう、ウルフ、すごい、私結構1週間前とかに頼んでたんだけど最近来たから、やっぱり前日の行動、前もっての行動は大切だなと思いました。あ、あれかも、なんかさ、なんかちょっとこの前つけてたのより狼っぽくない？どうですか、どうですか ちょっとカチューシャの上につけようかなるほどね、なるほどね。え、おってなんだっけ、狼、これは狼に見える。あれ、なんか、あら、なんか明日の、明日これでチェキを取ります。狼ってなんだっけ。一光さん、めっちゃ可愛い人、ありがとうございます。狼、ちょっと待って、狼を調べよう。狼
があったら狼っぽいのかな。狼、そもそも人間がね狼になろうとするのがちょっとあれかなそもそもちょっとあれかも、無理があるのかもしれない。あ、月、赤ずきん、あ、なるほどね。牙があったらいいのかな。あ、ヒゲちょっと人間と狼がちょっと違うからなそこ行ったら元も子もないえ、でもすごいねこれね、モフモフでいい感じ。モフモフ、明日お家着替え、ちょっと服とかも何着か着替えようかなって思ってる。着替えて撮ろうと思ってるけど、まだちょっと考え中です。おー、すごいふわふわ。サインはまだ書いてないよ。明日撮ってから書きます。まだまだ撮ってないか。ゆういちさんもギフトありがとうございます。でもふもふ感がチェキに映るといいなと思いますね。今日あれだよ、リコちゃんと、リコちゃん誕生日だね。ビルマさん、クマありがとうございます。クマ、あかりんさんも誕生日だね。クマありがとうあ、そうなの、私昨日ちゃんと0時にもうね、あのリコちゃんの一番狙うって言ったじゃないですか、あの数日じゃないな、ちょっとだいぶ前にリコちゃんの誕生日は、あの、私大体誕生日の人におめでとうメッセージを送るとき、あの、私が一番に送っちゃったらちょっと申し訳ない、一番に私が来たら申し訳ないなって思って、結構7分とか十何分とかに送るんですけど送るんですけど、ちょっと工藤さんはじゃあ一番を狙おうかなってちょっと前に話してたので、そう、私ちゃんと00分、もうあの23時50何分ぐらいから待機して、もうメッセージ作ってちゃんと00分に送ったんですでもあの0時00分になった瞬間から私待機してたけど、ちょっとなんかひよっちゃってひよっちゃって、ちょっとあれ、ちょっとえ、これどうしようって思って、一番だったらなんかやっぱりあれかなとかちょっとなってなんか、どれぐらいかな、 10秒後ぐらいに送ったんですよの迷いが出ちゃってそう、そして何番だったって聞いたら、あの3番とかだったらしいだからちょっと私が日和りました日和ってるやつでした私日和原だって何そう、そのね迷った10秒が2人に抜かされましたねでもね、0時00分に送りました、ちゃんと00分10秒ぐらいに送ったひよかりんって何え、誰が先だったんだろうね、それは聞いてないや
そう、でもなんかさ、あれじゃん、皆さん送れる？なんか友達とかにおめでとうって送るとき0時00分0000秒とかに送れる？ね、漫字会から大会になっちゃう。あ、送るの？あら、むしろフライングする？あ、それいいかも。あ、関係性による、確かにね、送らない。送りたい人には送る。あー、そっか。まあそうね、大抵の人0時00分には生まれてないけど。へえ。送れ、相手がいませんで、じゃあ私に送ってください。私は6月19日です。6月19日の何時だっけ。でも結構夜中です。0時すぐです。0時え、何分だっけ。9分とか8分とかそんな感じだった気がする。違うかも。違うかも、十何分とかかも、はっきり覚えてないや。でも夜中でした。そうですね、これは母に、母ケロに聞かなきゃ。だから夜型なのねって、そういうの関係あるの？夜生まれたら夜型とかあるのかな。あ、確かにね、生まれた瞬間が夜だったから、それが朝ってことだから、確かにそっからさ、こうリズムができたら崩れる。崩れるってことなのかな、そういうこと。いいえ、生活習慣です。あれ、ちょっと正論言われちゃった。季節は関係あるのかな。りょたさん、ギフトタワーありがとうございます。りょたさんありがとう。すごい、お花じゃなくて桜だ。桜タワーありがとうございます。ありがとう。もう桜咲いてるよね。桜咲いてるよね。昨日私、桜は果たして咲いているのかって思って外に出たら、もう普通に咲いてて、普通に満開でびっくりした。桜ねえ、もう気づいたら咲いてて、春じゃん、春じゃん。こちらまだ咲いてない、福岡は満開。サクラリン。それはもう、それはもうなんか別人になっちゃうね。ねえ、お花見行きたいって思います。とりあえずリンつけておけば許されるの。
桜のお礼を書かせていただこうかな。ちょっとあれを取ってきます。なんだっけ、ホワイトボードを取ってきます。まあ、足がしびれてるかもしれない。今日は下ワンピースだけど、もう普通にもうスライド移動がもう慣れちゃった。足がしびれてる。足がしびれてるんだけど。足がしびれてる。桜。どこだ？うん、満開桜タワー、満開タワーなんですね。加工を。満開タワー。ちょっと今足がしびれてて、ちょっと書けないかもしれない。じゃあ、よいしょ。ピンク、薄ピンクがないんですよね。薄ピンクが、濃いピンク一色しかないんです。え、ちょっともうインクがなくなりそうかも。インクがなくなりそうかもしれません。確かに配信用の机と椅子を買うしかって。そう、私ね、いつだっけ、1年前ぐらいにね、迷ったんですよ、買おうかなって。でも結局今買ってもこれを持って家まで帰れないなって思って買わなかった。桜の季節がいいですね。でも、でもなんかさ、今もう桜咲いてるからさ、あとはもう落ちちゃうんだって思ったら、なんか悲しくなってきた。悲しくなってきた。あ、そう、漫画は持って帰ります。いくら重くても何冊でも持ってます。
ああ、座りやすい。なんかクッション、あれ、人をダメにするクッションみたいなのに渦巻って。そうね、それが春夏秋冬だよね。バランスボールに、バランスボールで描く？ちょっと想像したら面白かった。桜っていつぐらいまで咲いてるんだろう。リコちゃんとね、尾道に今年こそは行こうねって言ってる。毎年行ってるけど、今年こそ行かなきゃいけない。あと1週間ぐらいか、だいたい大雨降って終わる。え、でもなんか明日明後日だっけ、雨なんでしょ。でもそれで散っちゃうかな。茶色のペンがない。オレンジを茶色に、茶色の代わりに。なるかしら。今がピークなのかな。4月5日くらいまでなら大丈夫なの？え、そんなに、え、桜ってさ、そんなに咲いてなかった、え、そんなに短い期間だったっけ？もっと咲いてなかったっけ？4月普通に半ばぐらいまで咲いてないの？じゃあもう今しかないのかな。儚いから美しいので、それはそう思う。え、それは本当にそうだよね。儚いから美しいよね。それは10年前の話？じゃあ私10年前の話してたのか。なんかもうそんな気になってたけど。あ、そうなんだ。満開になってから1週間。あ、北海道はゴールデンウィークなのね。じゃあ桜が散って悲しくなったら北海道に行ったらゴールデンウィークまで見れますね。あ、仙台は今はつぼみ？そうか。そっか、開かないね。もう見に行きます。今しか見れないので。見れる時に見とかなきゃ。
皆さんお花見とか行きましもう行きましたのかな、なん行きました、見ました、満開タワー。ヨタさん、満開タワー、満開タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。なんかすごいすごいすごい、ちょっとスカスカなので色を埋めよう。満開タワーありがとう、ありがとうございます、ありがとう。チェキ会楽しみにしてるねって、楽しみに、私楽しみです、明日よろしくお願いします、ありがとう。あ、お花満開、桜並木を歩いてるだけでほのぼのするよね、いいですよね、いいですよね、お花見に行かなきゃ、行かなきゃこの絵で花見はちょっとあれだちょっとあれですありがとう、そういっぱい描いた、ほんわかしますね、春は。あ、消す？そうだね、桜ちっちゃいから、じゃあちょっとじゃあ消しますね、ありがとうございました。桜は儚いものなので、じゃあじゃあちょっと消していきます、遠向きに消そう、ありがとう、ありがとうございました。あ、そう、甘いものだわね、桜は。はい、ということでということで、なくなってしまったけど、あったという事実はね、消えないのでとよくわかんないことを言ってるということで、じゃあそんなこんなわけでそろそろ壇上ちょっと綺麗に締めようとしたけど、わけのわかんないことを言っちゃった。
そう、記憶には残ってるのでね。そう、話し会の新日程の受付も始まるので、ぜひ話しましょうという感じで。何の話したっけ。何の話したかな。あ、方言の話したね。何にしようかな、ちょっと決めかねますね。ちょっとひよってここを切り取ってしまった。あ、そう、壇上呼び捨てでいこっかな、今日壇上呼び捨てでいこっかな。そう、私最近ここ2日間ぐらいずっとモバイルメールの誤字が多くて、なんかハーフツインのことハーフアップって言ったり、そう、いつも丸何々さんって送ってるのに呼び捨てにしたり、なんか普通に他に誤字だ、普通の誤字だったりしてたので今日はじゃあ壇上呼び捨てていきます。13位、炭酸せんべいありがとうございますえ、大丈夫？これなんかすごい、なんか罪悪感が生まれるんだけど、大丈夫これ、ちょっとひよるひよるんですけど、大丈夫かな。炭酸せんべいひよかりんです、ありがとうございます頑張ろう、ちょっと普通に行こう。12位、無理かも。え、待って、3つけなきゃさ、なんかダメじゃないえ、3つけなきゃどういう感じで言えばいいの。え、なんかどういう、何目線で言えばいいんですか、じゃあ私何どういう感じで言うのえ、何目線、どういう気持ちで言えばいいのさらっと、ナチュラルに、え、どういう、さらっとさらっと言えばいいの、さらっと。そっかそっか、こんな、なんかさ、あれだね、意気込むから日よるんだねさらよし、ちょっと意識せずね、よし、じゃあちょっとやり直しますうん、よし。13位、炭酸せんべいありがとうございます。12位、大津ありがとうございます大津ありがとうございます。11位、カズありがとうございます
10位おがっちありがとうございます。9位大ありがとうございます。あ、その調子ありがとう。8位カズサありがとうございます。7位デルピルロありがとうございます。6位鳥さんありがとうございます。5位ハッシーありがとうございます。あだ名慣れてきた、ありがとうございます。4位コミさんありがとうございます。3位ビルマビルマありがとうございます。2位イッコありがとうございます。そして1位リョタありがとうございます。ありがとう。まあちょっと私慣れてきたかも私慣れてきたかも慣れてきたかも、ありがとうそして本日のからくじを引かれた方はポルンガです。ありがとうもう慣れてきたかも意外と。なるほどね慣れるのが早いってちょっとじゃあ定期的にまたモバメも指捨てになるかもあーでもどうだろうでまあそんな感じで今日も一日お疲れ様でした。こんな夜遅くまでお話付き合ってくれてありがとう。明日のチェキ会もぜひぜひよろしくお願いしますということで、ありがとうございました。そうもう深夜だよ、もう良い子は寝る時間です。私は良い子じゃないのでまだ寝ませんが早めに寝ます。これからお風呂に入って、お風呂に12時半に入って1時半に上がって1時半でまあ3時までには寝ようかな3時までには寝ようかな。でも今割と眠いから意外と2時半とかに寝るかも2時半も3時も変わんないなまあそんな感じで皆さんでもできるだけもう早く寝て明日も一緒に頑張りましょうということでありがとう、おやすみなさい、バイバーイ、おやすみー、バイバイ。